どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。今回は主人公の新しい運命の調和について話していきたいと思います。いやー、ストーリーめっちゃ面白かったですね。戦闘も楽しかったですし、何より曲が良かったんで結構盛り上がってたなーと思います。まあまあいろいろ話すとね、長くなるんで本題に戻りたいと思いますが、今回の調和主人公の実装により、超撃破という新しいダメージが追加されていましたね。これにより新しい戦略や今後のキャラ実装に影響が出てくると思いますので、調和主人公で撃破の強みを紹介していければと思います。今回の紹介する調和主人公はレベル80で、光炎水は記憶の中の姿を貫突しています。撃破特攻は250いかないぐらいで使っていきたいと思います。厳選に関しては各装備が 10% ぐらいの撃破特攻の装備だとこれくらいになるのかなっていうところなので、一般的な数値に近いのかなと思います。異物に関しては時計屋とタリアのセットを使っています。撃破特攻をセット効果で稼げるのはこれぐらいなので、装備はしておきたいっていうところですね。それでは解説していきたいと思います。まずは調和主人公の強みを紹介したいと思います。こういったゲームだと主人公って結構微妙なイメージがあると思うんですよね。ですが強みを抑えてみると結構いい感じなので、そちらについて話していきたいと思います。スキルに関してですが、バウンド攻撃による最大ヒット数5回の攻撃を行います。バウンドのため敵の数が多いと火力が分散してしまいますが、そもそもこのスキルに関しては魅力がそこではないっていうのが特徴です。まずこのスキルに関してなんですけど、非常にダメージ倍率が低い上に攻撃力3勝となっているため、攻撃力を盛らない調和主人公では火力が出せないっていうのがあります。なんなら攻撃の異物つけないですからね。なのでこのスキルの魅力は最大ヒット数を生かした人生削りとなっていますので、相手の弱点を抑えて使用するっていうのが重要となります。ちなみに追加能力を解放すると、ワンヒット目の削りが 100% アップするという性能がつきますので、こちらも獲得しておくとより人生削りが強くなると思います。続いて必殺技についてですが、味方にバックダンスという特殊バフを3ターン付与します。バックダンスは主人公のターンに合わせて消費をしていきますので、 EP 効率によってはかなり回転率が良くなっています。このバックダンスの効果ですが、所持した味方は撃破特攻の数値がアップします。さらに弱点撃破状態の敵に攻撃をすると、超撃破ダメージに転換して高ダメージが発生するようになっています。このダメージ仕様については後ほど説明をしたいと思いますが、調和主人公の火力源となりますので、必殺技を回していきたいというところがありますね。またこちらにも効果をアップする追加能力があり、敵の数によって超撃破ダメージがアップするというのがあります。敵の数が少ないほど効果を発揮しますので、単体に対しても積極的に発動して狙っていくというのが大事になります。続いてテンプについてですが、敵を弱点撃破した時に EP を回復する性能となっています。調和主人公は必殺技をうまく使う必要がありますので、こちらの EP 回復は非常に相性が良くなっています。ただし敵の弱点撃破時に発動しますので、敵の人生削りがしっかりできるように調整は必要かなと思いますね。また味方が敵を弱点撃破するとさらに行動時の 30% 遅延させるというのがあります。これもかなり有利に動けるようになりますので、取得したいところですね。最後に秘技についてですが、戦闘開始時に味方全体の撃破特攻を 30% アップしてくれます。2ターン経過のみとなっていますが、初動の火力アップ程度で使用するのがいいかなと思います。それでは調和主人公から実装された超撃破ダメージについて説明をしていきたいと思います。こちらは新しいダメージの種類となりますので、今後の新キャラで導入される可能性がありますので、ここで覚えておきましょう。まず撃破特攻のおさらいからしていきたいと思います。撃破特攻は敵の弱点撃破した後に発動するダメージとなっています。撃破後に各属性に合わせた追加効果を与えるようになっているんですよね。でこちらのダメージの参照値としてなんですが、まずキャラクターのレベルを参照とします。続いて撃破特攻の数値となりますね。撃破特攻に関しては攻撃力や会心関連は全くダメージに関係がありません。レベルマックスや撃破特攻の数値を伸ばすしか方法がないんですよね。とりあえず弱点撃破した時にダメージが出せるものと思ってもらえばいいかと思います。ですが超撃破ダメージは性能がちょっとだけ異なります。まず超撃破ダメージは
敵が弱点撃破中に発生するダメージとなります。撃破特攻だと1回だけの発動ですが、敵が弱点撃破状態なら何度でも発動が可能となっているものです。また超撃破ダメージは3小値が1つ追加されます。キャラクターのレベル撃破特攻に加えて人生を削った量、こちらに応じたダメージ量が追加されます。人生量と言われる数値ですね。厳密にはどのキャラがどれくらいの数値というのは数値的にはありませんが、たくさん削れるキャラほど有効になります。そのためスキルのテンプにあった1ヒット目の削りが 100% アップや、ルアンの人生削りアップもかなり相性が良くなっています。超撃破ダメージで火力を出そうとするとルアンがかなり相性が良くなっていますね。しかも撃破特攻バフもありますから、かなり相性良くなってます。弱点撃破するまではかなり大変ではありますが、削ってしまえば火力を出せれるので超撃破ダメージの特徴となってきますね。また超撃破ダメージに関しては主人公の必殺技によって味方全体に付与するものなので、誰でもダメージが出せるというところがあります。もちろん主人公のスキルで単体に全部攻撃がヒットすればダメージが高くなるので、なるべく数が少ない時に使用したいっていうのもありますね。それでは装備一覧について見ていきたいと思います。まずは光炎水ですね。光炎水に関しては記憶の中の姿が一番ベストとなってます。まあ、これにはちょっと理由がありますね。まず貫突すると撃破特攻は 56% までアップができ、さらに EP 効率も上がるため星4で十分な相性となってます。突してないと半分の性能になるため、なるべく突出しておきたいっていうものになりますね。続いて鏡の中の私です。こちら星5ですね。撃破特攻が 60% もアップするだけなく、必殺技の後に4ダメもアップするので、できるならつけたい光炎水っていうところです。ただしこちらに関してなんですけど、限定光炎水なのでルアンより優先度が落ちるので非現実的っていうところあります。調和主人公を採用するときにルアンを採用することが多くなるので、わざわざ付け替えるってことはしないですね。ただ余裕があるなら一番ベストといったところです。続いて星3の輪系です。他に光炎水として撃破特攻アップするものがないので、 EP 回復ができるならこちらがおすすめとなります。星3で簡単に凸ができるので、とりあえずつなぎで持たせるのはありですね。そしてダンスダンスダンスもおすすめです。ただ撃破特攻とか EP に関するものではないので、速度をアップして補助的なものというふうに考えるといいかと思います。続いて異物に関してです。異物に関しては時計屋が一番いいですね。調和主人公を使うなら最適な異物となってます。自身だけでなく必殺技で味方の撃破特攻もアップできるため、総合的に火力アップができます。続いては怪盗とメッセンジャーです。速度と撃破特攻を盛るならこちらの組み合わせもありかなっていうところですね。ただし必殺技の後で味方へのバフ配りがちょっと弱くなるのが難点っていうところです。まあできれば時計屋を選ぶのがいいですね。続いてオーナメントです。オーナメントに関してはタリアが一番いいですね。こちら速度さえ漏れれば撃破特攻を最大 36% アップすることができるため、必ず装備しておきたいオーナメントとなります。これ一択となります。ただし速度が145以上必要となるため厳選が必要なところはあります。続いては生命のウェンワークですね。 EP 回復効率が足りないならありというところです。ただ普通に育成が進めばそこまで必要性を感じないので、どうしてもないならありという程度になるかと思います。基本的には時計屋とタリアがおすすめですね。速度145を狙うのが難しいかもですが、頑張って厳選はしたいところとなります。まあルワンがいれば速度が上げれますので、そういった点では数値としてはちょっと低めになっても大丈夫かなと思います。続いてメインステータスについてです。銅は HP と防御、足は速度、弾は HP 防御、縄は撃破特攻 EP 回復効率となってます。なるべく HP と防御を上げておくのが大事っていうところですね。まあ、ステータスに関しては攻撃力を上げてもあまり意味がないので、 HP と防御を盛るようにしておきましょう。なおは撃破特攻にすると超撃破ダメージで火力が出しやすくなります。サブステータスは撃破特攻か速度、 HP か防御の順で揃えていくといいかなと思います。なるべく撃破特攻を高くしたいところはありますね。理想のステータスについてです。気をつけたいところとしては速度ですね。こちら145以上が必要となります。まあ、タリアの使用をする場合に関してなんですけど、145以上ないと効果が発揮できません。
続いて撃破特攻についてなんですが、できれば250以上あるといいですね。しかもこれはバフをつけた状態ではなく素の状態です。なるべく高めにした方が超撃破ダメージが上がるので欲しいところとなりますね。最後の EP の部分なんですけど、まあ欲しいところではあるんですが、撃破特攻の数値が最優先となるので、サブステータスがいいのが揃えば縄を変えるくらいで考えておくといいかと思います。それでは適性の編成について見ていきたいと思います。まず一つ目は、調和、摂意、ルアン、ギャラガーとなります。摂意がかなり人生削り強いので、メインアタッカーとして使っていく編成となりますね。思ったよりも火力が出るので、こちらはこちらで面白いです。続いて二つ目、調和、銀狼、ルアン、アベンチュリンとなります。銀狼の弱点付与を活用した編成となりますね。今回の編成としては、幅がそこまで広くないっていうのがありますので、こちらの2つとなります。その代わりに、替えの候補をいくつか紹介したいと思います。まず、替えの候補っていうところで言うと、アタッカー枠ですね。摂意の枠に関しては、カフカ、陰月、ベルト、銀狼、こちらを使うといいかと思います。サポート枠に関して、ルアン枠ですね。こちらに関しては、アスター、テウン、カンアを入れるといいかと思います。まあ、速度を意識するといいところですね。耐久枠のギャラガーのところに関しては、アベンチュリン、アセツ、ホホがおすすめとなります。アタッカーであれば、人生削りが大きくなるキャラを選ぶといいかと思いますね。個人的には、銀狼あたりは弱点の幅が広げることができるので、結構好きなところかなというところです。サポート枠に関しては、速度アップと SP 管理を意識するといいかと思います。でも、最適はルアンなので、ルアンをなるべく採用するのがいいですね。最後、耐久枠の部分に関してですが、アベンチュリンが個人的にはベストと思ってます。まあ、ギャラガーでも全然いいんですけど、やっぱ耐久枠は欲しいですね。で、同じ虚数の羅刹なども採用がしやすいっていうところがありますので、属性で選ぶのもいいのかなと思います。なるべく人生削りが強いキャラを入れるように意識しておきましょう。個人的には2つ目の編成をよく使っていますが、弱点埋め込みである程度対応力ができるのがとてもいいかなと思います。ですが、摂意が育ちきっているなら、超撃波ダメージがめちゃくちゃ高くなりますので、摂意を使うことをお勧めしたいと思います。それでは、調和主人公ですが、キャラの評価をしていきたいと思います。評価としては、配布としてはとても優秀なキャラとなっていますね。孫悟に続いて、結構強いキャラになったなぁと思ってます。しかも、新しい超撃波ダメージっていうのを引っ下げて登場したので、期待値が高くなっているなっていうのがありますね。まあこれが無料っていうのがいいですよね。それでは優秀な点の話もしていきたいと思います。まず優秀な点としては、人生削りにおいてトップクラスというところです。ヒット数の多さはやはり優秀ですね。しかもテンプで1ヒット目が大きく人生量がアップしますので、超撃波と相性が良くなっています。貫突してしまえばヒット数がさらに2回増えるので、より火力も上げやすくなりますね。2つ目は、サポートながら火力が出せるというところです。撃破特攻キャラのサポートとしてというところですが、バフを配りつつ火力が出せるのは非常に強力ですね。しかも必殺技の発動だけでいいので、バフ配りが簡単なのもいい点と言えます。3つ目は、撃破後に火力が大幅にアップというところです。弱点撃破の後に自分だけでなく必殺技のバフが付与されれば、味方も超撃破が狙えるので、簡単に全体の火力アップができるのが強いところなんですよね。弱点撃破時に敵に猛攻撃するときには、さらに火力を伸ばせるのはいい点かと思います。まあ、今回ね、硬い敵とかも結構増えてきてるので、1回の弱点撃破でどれくらい火力を出せるかっていうのは大事かと思います。撃破特攻の性能がさらに伸びて編成の幅も広がるので、これはとても面白い性能かなと思いますね。ですが、いいところばかりではありません。注意しないといけない点もあります。まず1つ目、敵の数が多いと不利っていうところです。調和主人公についてなんですが、敵の数が多いとそれだけ不利になっていきます。ギルドのバウンドは分散しますし、人生削りとしてもめちゃくちゃ使いづらくなるんですよね。雑戦には向かない部分がありますので注意をしておきましょう。またこれに関してなんですけど、テンプで火力がアップするものがあるんですが、人数が少ないほど火力がアップするようになってます。なのでそちらも気をつける意味では、人数がいいと不利だなっていうところがありますね。続いて、弱点属性以外は不利という点です。性能が弱点撃破後に効果を発揮しますので、編成には気をつけるようにしないといけないというところですね。まあ、虚数に対してはめちゃくちゃ強いけど、その他に対してはちょっと弱めっていう感じです。
3つ目は人生保護持ちアプリっていうとこです。人生保護持ちの代表としてはスイートゴリラですね。効果を発揮しにくかったりしますので、戦ってみて苦手な相手は覚えていくっていうことをしていく必要があります。注意点としては以上となります。今回は調和主人公ということで、かなり期待ができる性能となっていましたね。また一番気になるのは、このタイミングで超撃波ダメージという新しいダメージが増えたことです。急に増えましたからね。まあ新しい性能が引っ下げてくるのは嬉しいことなんで、いいことなんですけどね。これにより今後の新キャラにこの性能に特化したキャラも出てくる可能性がありますので、今までなかった撃破特攻編成とかも増えそうになるのかなと思います。持続ダメージとはまたちょっと違った枠になりそうな気がしますね。ということで、ご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。